昨日の浜寿司に引き続き、今回はスシローです。スシローの期間限定はね、水曜に始まり、翌々日曜に終わる12日間っていうのが、定番です。今回はね、翌日が祝日なのでその日までですね。旭川、夜は涼しくなりました。もう最低気温11度でしたね。しかしこの日中はこれだけ晴れると27度です。リカちゃんとのコラボはね、まだ継続中ですね。なので、リカちゃん店員が出迎えてくれました。リカちゃんとのね、コラボ商品は、前回動画をご覧ください。この動画説明欄にリンクしておきます。今回のキャンペーン目玉は赤エビ100円。エビ好きの相方はね、狂喜乱舞、喜んでました。その他のね、期間限定を紹介します。高級な食べ比べネタが並びますね。中トロ180円や、メバチ120円は、これは定番品やと思うけどね。しかしスシローカフェ部はね、もういつもながら力入ってますね。今回もね、期間限定中心に私は食べていきます。私も相方もね、この期間限定めっちゃ気になったんで、600円ぐらいならね、シェアして食べてね、頼もうかなって思ってました。しかし1080円、諦めます。まずね、エビ好き相方はこんな頼み方にしてましたね。赤エビ2皿に、あとエビ天、エビマヨの、定番品です。ほんといつもいつもね、自分の好きを貫く B 型人間ですね。回転寿司の頼み方ってね、その人となりが出ますよね。私もね、もちろん赤エビ100円から頼んでます。しかしね、私はいろいろと食べたことのないものをね、注文してみたいって性分の大型人間です。で、この赤エビ評価はね、まあ平凡かな。過去食べたんとね、まあ大差はないです。そして今回のキャンペーンね、シャリが全部変わってます。食べた印象はだいぶまろやかでね、甘みがある印象ですね。しかしいつもながらスシローのシャリはね、ボロッと崩れやすいです。そして、昨日食べたはま寿司よりもね、一回りちょっと小さいかな。そして今回の期間限定に新商品の貝が登場しました。天然アイスランド貝120円です。味的にはハマグリって印象かな。そのね、内臓が一切ないバージョンって感じです。いくらも今回の期間限定品で120円になってました。紅鮭のイクラなんだそうです。小粒でちょっとしょっぱいかな。これスシローのメバチマグロは
まあ間違いないですよね。これマグロ赤身好きならね、誰もが気に入る味だと思います。そして国産、天然魚の三貫盛り260円、宮城の金華サバのスジメですね。あと北海道サクラマス、そして鹿児島のキビナゴって構成です。しかしどれもね、味が細くってね、あんまりうまみがありません。これが今回の期間限定ね、一番いまいちに感じました。で、あのこのホタルイカもね、食べてみたかったんやけど、他の方が頼んでるの見たらね、めっちゃボリュームあったんですよ。もうこれだけでね、だいぶお腹いっぱいになりそうでパスしました。そう、有名店監修のね、ラーメン食べるのが定番なんですけど、まあ、今回ね、台湾ラーメンでね、どこのお店の監修でもないんですよ。そして辛さは三つ星なんですよね。私辛いの好きなんですけどね、寿司食ってる合間にね、こういう辛いの食べるとね、その辛さでね、その後食べる寿司のネタのね、繊細さを感じ取ることができひんようになっちゃうかなって思ってね、あんまり食べたくないんですよね。マグロはね、天然マグロの中落ちネギトロが、キャンペーン品であったんですけど、一貫がね、これたくあん入ってるんですよ。私トロタクっていうのが嫌いでね、なのでね、天然本マグロのネギトロ包みにしました。120円、こっちの方が安いですしね。これは過去食べたことありますけどね、絶品もんです。相方はね、同じネギトロでもね、定番品を食べてましたね。相変わらず自分の好きを貫いてます。で、何あれ、へえ、刺身ネタってあるんやね。私はこの値段ならね、シャリ絶対つけたいけどね。エビ好き相方はね、さらに赤エビを2皿、先に食べたんと含めてね、4皿、こればっかり食べてました。私はね、さらに期間限定で別のモンオと、タチウオの炙り180円、炙った風味もよくってね、身もすっごく柔らかくって、これは美味しかったです。そして同じくね、炙りの期間限定、中華街風、釜焼きチャーシュー180円、こっちはねもう全然ダメでしたね、めちゃめちゃ硬いし、もう豚の旨味もね、まるでないチャーシューです。そしてね、以前に食べて気に入ってた定番品、うずらフライです。120円、熱々揚げたてのね、フライとね、卵サラダのコンビネーションがこれ最高なんですよ。この代わりネタね、アクセントに食べるとね、なかなかいい感じです。そして期間限定の天ぷらはね、胡椒大120円でした。なかなかね、その天ぷら一貫です。これでかいです。この日食べた期間限定で一番美味しかったのがこれです。白身系のね、天ぷら好きならね、絶対に気に入る味ですね。そして私はね、このたらこマヨネーズ120円で締めです。
塩辛さとねマヨネーズの酸っぱみ、もうええコンビネーションなんですよね。まあ、定番ではねよくいただく皿ですね。そしてスシロースイーツ期間限定ですけど、相方はこれカヌレですね、嫌いなんですって。なので、ね、ローホチャホのお抹茶パフェ350円にしてました。2024年7月にね登場した定番品なんですけど、京都宇治のローホチャホ、森藩茶師の、木工家勝さんが監修しております。これ絶賛してましたね。過去スシローで食べたスイーツで一番に美味しいって言ってました。前回食べた時にもらったシールの特典で、9月いっぱいはね 5% 引きでスシローをいただきます。ラーメン食べてないのと高級皿に手を出してないんで、2人で約2500円と控えめねなんですが、お腹は満腹です。今回のスシローのね期間限定は9月の16日祝日までです。